マギーはスイスの食品会社ネスレが1947年より販売するインスタントスープヌードルの国際的ブランド。1872年にスイスのユリウス・マギーが設立した企業に由来する。世界で最も知られているインスタントヌードル超だれのブランドである。マギーの元となった企業は1872年にスイスでユリウス・マギーが 彼の父親の工場を引き継いだ時に誕生した。彼はすぐに食品生産業のパイオニアとなり、労働者の家族の栄養摂取量を増加させることを意図した。マギーは当初、タンパク質の豊富な豆系の食品として販売されたが、ついで1886年にはこれをベースにした即席スープが登場した。1897年にはスイス国境付近のドイツの町、 人間にて、マギー GMBH 社が設立された。1947年、オーナーや、組織の何度かの変遷の末に、マギーは、ネスレイアレメンタナ SA の持ち株会社へと、統合された。今日では、マギーは、全世界で展開する、ドライスープ、超乱れ、それにインスタントヌードルのブランドとなっている。インドとマレーシアにおいて、マギーのインスタントヌードルはとても一般的な、 存在であるマレーシアでは、ネスレのシェアは41%を占めており、マギーはインスタントヌードルの代名詞となっている。インドにおいては60%ものシェアを占めており、同地における第一のインスタントヌードルとなっている。マレーシアでは、マギーで作ったフライドヌードルは、マギーゴレンと呼ばれる。ポーランドのマギーソースのボトルブイヨンキューブ、またはマギーキューブは、 肉の代わりの製品として1908年により販売されている。鶏や牛の出汁は世界各地の料理において一般的なため、この製品は世界に広大な市場を持っている。西アフリカと中東の一部では、マギーキューブは地元の料理の一部として使用されている。ありがとうございます。